皆様またしてもお久しぶりですね。あの YouTube やめたと思った方もいるかもしれませんが、やめていません。雪の景色が懐かしいですね。石内丸山スキー場をバスで後にして、湯沢高原のこれは駅でしょうか、何かにたどり着きました。バスで20分かかんないぐらいかな、この天気の感じで。素晴らしいですね。で、彩香さんおすすめのお蕎麦屋さんがあるので、そこでお昼ご飯をいただくことにしました。新潟でこの新橋というね、素晴らしい、もう大好きな新橋なんで、でこの2名様十分満足できる組み合わせのネギそば2人前と、なんか天ぷらの盛り合わせを彩香さんが一押しなのでおすすめなのでね、頼みました。そして、あ、大好きアルコール、もうワインはすっ飛ばしてビールですね。八海山がさ手掛けるクラフトビールだって、こんなのさ美味しいに決まってない。新潟はお水も綺麗だし、しかも IPA よ、 IPA なんてもうね大好きなんだから本当に。で、あの大事なお手洗いチェック、女性の皆様要チェックですぞ。こちらはやっぱりさ、トイレ綺麗だとテンション上がるじゃない。でここは本当に綺麗、あの個室で本当に綺麗ですね。てかトイレは大体個室ですけどね、何の話っていう。そして、はい、来ましたよ。あのね、私実はねスカイツリーのところにあるね、世界のビール博物館っていうところでね、学生時代にアルバイトしてたことがあるんですね。なのでちょっとビールだから大好きなんですかね。なのでこの意気揚々とビールをついで、はい、なんかもう100億20点ぐらいの綺麗なビールの吸い方ができて、とても喜んでますね。ちょっと残っちゃったって言ってるんですけど、別にそんなのはいいですね。そんなことよりも、いていただきます、はい、いただいてください、どうぞって。で、見てお蕎麦ツヤツヤじゃない、このさ、あのこういうところで温かいお蕎麦じゃないんですよ。やっぱり冷たいお蕎麦でチュルッと見て、はいね、舞茸がこんなに大きいなんて見たことがありますか。私はありませんでした。もうね、舞茸とビールだけでもいいです。なんでだよ。蕎麦を食べてほしいですね。はい、彩香さんが持ち上げて、優しいね、息の低い妹、どうもありがとう。とっても美味しかったですね。ペロッと2人前食べました。11時からやっててね、夜は8時に閉まるようです。ペイペイは使えましたね。カードは使えなかったかな、現金かペイペイかっていう感じですね。で、新橋を後にして、これはなんかね、あの手のね、なんか手だけ入る温泉があってね、入りました。手だけピチャピチャって。そして、はい、誰も歩いていないですね。誰も歩いていないこの道を、彩香さんの後ろを私は続いて歩いてますね。なんかわかんないけど、すごい雪がとんでもなく降ってました。なんかわかんなくないです、新潟だからいいんです。はい、で、いちごゆうざん、先ほどのね、あ、ここが駅か、へえ。で、歩いてきました。これは朝着いたところと同じ駅ですな、本当に。で、今度私はここで何をねするのかと言いますと、はい、おじさんが倒れてますね。おじさんは人を殴ったんでしょうか、違いますね。これは両手を怪我しているおじさんですね。何の話、これは酔っ払ってしまっているおじさんですね。酔っ払うということは何でしょうか。新潟は日本酒がねやっぱり有名なので、日本酒を500円かな、最初に払ってちょいちょい飲めますよコーナー、本酒館だっけに立ち寄ることにしました。で、ここで巨大なおにぎり、爆弾おにぎりがあったんですけども、さっきのお蕎麦と天ぷらとお腹いっぱいすぎて、ここはちょっと次回の持ち越しコーナーですな。でも本当は行きたかったの、本当はすごい楽しみにしてたんだから。でもお土産も見て、このようにたくさんのお土産がありまして、でもそこはちょっと脇目も振らず、この酒テイスティングルームに私たちは来ました。キキッシュのご案内、500円ですね。で、5枚のメダルを取り替えまして、ポンシュ館このなんか機械をねやってって、でさ、すごい数じゃない。で、私さ、もちろんビールも大好き、お酒も大好きなんだけど、日本酒ってなんかあんまり詳しくないのね、正直。なんかフルーティーなのが好きとか、なんかちょっと辛口が好きとかあるけどさ、こんなにたくさん目の前に出されたらさ、正味わかんないじゃない。でもね、なんかお姉さんのおすすめとか、お店の人のおすすめとか、あの人気のお酒とか、今月の人気のお酒とか、なんかね、そういうのもあってね、すごい楽しかった。あんまり詳しくない、日本酒詳しくないって人でもいいと思うね。見て、このようにね、このスタッフを一押しだって、そりゃもうさ、スタッフのさ人が美味しいっていうのはもう美味しいじゃない、だってプロだもの。で、その雪椿、このなんか美味しそうじゃない。しかもなんかこういう時さ、私さ、なんかチキンだからさ、なんかちょっとコインさ少ないの選んじゃうよね。なんか2とか1とかで、この可愛いポというこのおチョコでね入れて飲んでいるのですが、本当にありすぎて。でもすごいいいのが、これ立ち飲みなのよ。だからさ、座って飲んじゃうともう動かなくなっちゃうやつじゃん。
あーって酔っ払っちゃったって。でも立ってこううろうろしながら飲むから、あの本当に永遠に酔っ払わないよ。すごいおすすめ。彩香さんはこのこれ美味しそうじゃない、腰のつるプレミアムマスカットのようなって、何何って、すごいセンスいいじゃんつるとかって。で私はサササンデー、ね、サササンデーはね本当にね、まずコインも1じゃん。でこれ何がいいって、全然日本酒っぽくなかったの。これはディスってないよ、本当に美味しかったの。あの女の子はね好きだよ、女の子っていうか、まあ、こういう方が良くないよね、男の子も好きでもあんまり日本酒が得意じゃない方も多分好きなタイプだと思う。ほらすごい楽しそうに笑ってる見て、だってこのさ感じで、これねお土産にも売ってたのよ。で買おうかと思ったけどちょっと買わなかったなってでこちらも新しいやつね、なんかまたコイン1の、もうこういう時コイン1ばっかり選んじゃうね。これなんだっけ、これこれもなんか美味しかった。でもこれもすごく日本酒っぽくなかったのは覚えてる。ほらなんかどういう表情、美味しい美味しくない、どっち、美味しくないわけないのよなあ。ほらうまいって言ってるほら笑ってるもん、笑ってるってこと楽しいんですな。でこれね、これ味有名じゃない、有名そうじゃない、これなんか酒って感じがした気がするのよ。そうで彩香さん恋人って可愛いらしいですねなぜそうそう。でこれはあのすごく飲み強い、強くないですけど、そう美味しいものでしたね日本酒ね。でここね、きゅうりとかなんか塩、なんか塩もあったな。でなんかちょっとしたおつまみもあるから、あのちょっとねポリポリ食べながらいろんなお酒テイスティングできてすごく楽しいと思いますよ。私はここはあの彩香さんの後で聞いたんですけど、別に冬以外にもやってるんだって。だからさ、あの行ったら楽しいよね、日本酒好きな人とね、ぜひ行きたいと思います。ではい、そしてこの大好きハンドクリーム、でもハンドクリームこれしかなかったの。これはちなみに日本酒あのなんとか水のごとしっていう、まあね、なんでこういうの忘れちゃうのかな、そういう日本酒のハンドクリームを買いましたね、いつも通りに。で今回は購入頻度動画紹介と撮ってません、もう最悪だよねあ、そうそう、上手に水のごとしね、そうそうそう。彩香さんはなぜかアイスを食べているお腹いっぱいじゃないようですね。私はこのホトトコーヒーだってホットコーヒーをね買って、あの大宮駅に戻る新幹線乗りますね。あの長い間ね見ていただいてありがとうございました。こちらで本当にあの新潟のねスキー場の動画も終わりです。でも今年もいろんなところに行くのでね、皆様これからも動画見てください、チャンネル登録もお願いします。それではさようなら、また今度、バイバイ。